久保さん。おはようございます。いやー、プロジェクターめちゃくちゃ良かったっすね <laughs>。次元が違いましたね。もうすごいテクノロジーをかん、あのー、かいまみましたね。もうほんとテレビいられんじゃねえかっていう。プロジェクターでこんなに綺麗に投影できるんだっていうね。今まで使ってた、 プロジェクターとまた違う。もう 4K めっちゃ綺麗ですね。でも YouTube でも結構 4K のね動画あって、これ楽しめますね。4K プロジェクターすげえですよ。<laughs> めっちゃすごい、うん。テクノロジーですね。テクノロジー使い倒してい,いきたいと思います。 で、まあ、さっきね、う、まあ、40分ぐらいにわたって僕ね、質問来てて、それ動画回答してたんですけど、<laughs> 朝っぱらから、朝5時ぐらいからね、40分なんか回答してたんですけど、まあ、昨日までね、商品販売してて、まあ、お問い合わせ内容が何かっていうと、昨日まで24時間限定で販売してたんですけど、で、なんか自分のミスで申し込みできなかったんです、すもう一回売ってくれませんかみたいなの来て、まあ、そこに40分ぐらいなんか話してたんですけど、 ま久保さん、もうプロジェクター、プロジェクター代回収済みですよ、もう、売り上げで。<laughs> 回収済み。そう。まあ、動画も撮りましたけどね。あのプロジェクターの動画も撮りましたけど。うん、うまあ、今回ね、未知なる方向性にしましょうか。未知なる方向性。未知となる遭遇みたいな、ね。未知。これね、ほんとね、久保さんに言われた通りまあ。 僕は言われてましたからね。知ってますし。うん、吉谷はちょっと血迷ったみたいなね。<laughs> うん。だけど、人からまあね、いろいろ言われましたけども、あの、僕は今までその現場でやっぱずっとやってたんで、うん、まあ現場でずっとやってたからっていうのが、 まあね、僕は青島警部のね踊るド大捜査線の青島警部の言葉が好きなんですけど事件は現場に出起きてると逆に言うと答えは現場にあると僕は現場でずっとその答えを見,見続けてきたんで答えって何かっていうとお客さんの質問ですよね悩みに対してサポートメールですよねまるで,、ね、ですみたいなねまるですみたいな とかねお客さんの反応を見,見続けてきてね何にお客さんは反応してどんなことに困っていて何で商品買うのかとかねもう現場でずっとそれをやってたんでなんでまあ僕がやってることはまあその、うん、間違いないと思ってましたけどね僕は、うん、だって答えを見続けてきてあるんでだから僕以上現場やってる人いないんじゃないかなっていうぐらい現場やってたんでうんその ね、怖いことですよね、うん。だってね、1日400件のメール対応とかマックスしてたりとかしてましたからね。うん。ま、うん、あまあ答えはね、本当シ,シンプルなんですよね。まあ、億万長者合宿で久保さんも言ってますけど、まあ目の前の人、発信、情報発信して来た人に対して、 しっかりと回答していくっていう。ね。で、それで関係性構築して、で、セールするっていう。ただそれだけなんですよ。発信して集客して、悩み聞いて、アンサーして、アンサーして、それでもアンサーして、買う、買わない関係なくもアンサーして、関係性だ。だからこそ関係性作れるし。まあ、その利益とかね、再生数とか度外視ですよ。1再生でいいんですよ。一人の人にしっかり届けるっていう。 ことをやってその一人が買わなかったとしてももう一人。その人が買わなかったとしてももう一人。その人が買わなかったとしてももう一回。その人が買わなかったとしてももう一回。<laughs> ずっとやり続けるっていうね。まあ人間は心がありますから。じゃあ誰から買うかって迷った時に、あの時親身になってあの回答してくれた人を多分選ぶ確率は増えます。まあ絶対ではないですけどね。 でもその確率を上げる方法は一つで、目の前の一人に対して答え続けるです。もうこれが全てです。少なくても、少なくても <laughs>、久保さんは僕を一番リスペクトしてると思うし、なんで僕を一番リスペクトしてるのかっていうと、ずっと僕のメッセージを受け取ってるからですよね。<laughs> ね久保さんね。 だから、久保さん、僕もそうですもん。まあ、世界、世界一で、世界一ですよ。宇宙一と言っても過言ではないですけども、久保さん以外いないと思ってますからね。うん、このやりとりができるのは。で、その、この世界一、このやりとりをできるのは久保さんしかいないと思ってるのも、結局、ずっと返してるからなんですよ、久保さんに僕は。久保さんもしっかりだし。うん、多分ね、 絆を超えた宇宙ですね、もはや。<laughs> 切っても切れないみたいなね、もう、うん、なんか暗雲の呼吸ですよ、もう。うんなそれはなんでそういう風な感覚だったり感、思考だったりとか、感情だったりとか、まあそういうのが生まれるかっていうと、久保さんに返し続けてるからです、僕は、ね。久保さんは商品買わないですよ、僕の商品。 もう一度言いますけど、久保さんが僕の商品を買うことはないですよ。だけどやり続けてるんです。でも、なんだろうな。買うことはないけど、買えないものを僕は手に入れてるわけですよ。久保さんは、か僕、久保さんに商品は売れないし、久保さんは商品買わないけど、なんだ、買えないものを手に入れてるってね。お金じゃ買えないものを僕は手に入れてるっていうね。しかも、ね、あの、 あーんお金で何でも手に入れてお金がめちゃめちゃあってね何でも手に入ると値札がついてるものはね何でも買えるっていう人がなんか心の隙間があるポカーンとしてるなんか満たされない僕はお金で買えないものをか買えてますまあお金もしっかり稼ぎますけどもお金で買えないものもこのやり取りで僕は手に入れてるし しかもそれは強度であると、うん、結構久保さんこれいい話なんじゃないですか結構 <laughs>、ね、<laughs> 未知なる方向性ですね未知なる方向性には未知未知があると <laughs> 未知があるというね未知なる方向性のその先には新しい未知があるこれいいじゃないですか久保さんコピーライターのい,いい言葉じゃないですか未知なる方向性のその先その先が 新しい道があると。新しい道があるっていうのがいいんじゃないですか。行ってらっしゃい。